本当なら連れてきてみろというリクエストにお答えして、5月のとある水曜日に彼を呼びまして、自信たっぷりに紹介したらば、彼の靴下に穴がポカリン、慌てて押さえたけどしっかり見られた。でも爽やかさがとても素敵だわと受けたので、仮書きをよくして急に、もしも、もしもできることでしたれば、この人をお嫁さんにちょうだい。素晴らしいです。西風に乗せて歌ってごらん、この街の黄昏はとても優しい、長崎シティセレネード、おやすみ僕の長崎シティセレネード、とても優しくなりたい。